はい、フリーダム編集部の武田です。今日はですね、こちら楽にかかっているものを紹介したいなと思ってるんですけども、こちらはコロンビア PFG と、フリーダムフィッシングクラブが、コラボレーションしたアイテムになりまして、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、2022年の秋冬に、初めて、コラボレーションさせていただいて、今回が2回目になります。で、前回は秋冬だったんですけど、今回は春夏で、5型のアイテムがありまして、ベストで、あのラックで、パンツで、ショルダーバッグですね。で、こちらが帽子になります。で、今回はですね、こう、まあ洋服だったらブラック、ネイビー、カーキとこう3色のカラーバリエーションにちょっと展開するんですけども、こう実際に、こう着るとどんな感じなのかっていうのをちょっともう全部着ていきながら、お見せできればと思っておりますので、ちょっと今日はよろしくお願いします。はい、まず、着たのが、カーキで、ちょっとディテール分かりやすいようにカーキを着ました。で、パンツも、アナロックもで、ベストも3つとも、このコラボのアイテムになります。で、素材が、撥水機能なオムニシールドっていう撥水機能を備えた、素材になってまして、まあまあ釣りの、PFG らしく、そのアウトドアでも大丈夫なように、ちょっと軽い撥水、防水とまではいかないんですけど、撥水できる、生地になってます。で、まずベストからいくと、見てもらったら分かる通り、このフロントにババッとあるポケットが、ポイントですね。これはなんかアーカイブの、いろんなコロンビアのフィッシングベストからこう引用したみたいで、ここがフラップポケットで、ここが、ジップのちょっとマチのあるポケットで、あと胸元にもこういうふうに細かいポケットがいろいろついてたり、あとここもちっちゃい、AirPods とか入るぐらいのサイズですね。で、あとこっちはジップになってて、メッシュのポケットですね。なんか小銭とか入れるのにちょうど良さそうなポケットです。で、あと後ろですね、後ろがジップになってて、ここは結構大きいポケットになってます。で、春夏っていうことで、多分フェスとかにすごいいいなと個人的に思ってて、なんかカバン持ってると結構面倒な場面が多いんで、ここにいろんなもの詰めて、例えばこの後ろだったら、ポンチョとか防水のシェルとか入れちゃえば、もう本当カバンいらずで行動できるようなベストになってます。裏地がメッシュになっているので、夏でも、T シャツ1枚とかでも、ベタつかないですし、なんかこの裏地があることによって、素材自体軽いんですけど、こうちゃんと着てる感があるというか、しっかりしてる感もあるベストになってます。で、そのポケットもそうなんですけども、左右のポケットの横にこうハンドウォーマーがついてて、これがフィッシングベストになかなかないディテールらしく、今回その釣りの機能はもちろんもうたくさん使ってるんですけど、こういうところでちょっと待ち着でもいけるような、仕様になってます。多分カーキ結構僕多分この3色の中だと一番好きなんですけど、アウトドアすぎないというか、街に馴染むしちょうどいい色味かなと個人的には思ってます。で、ちなみにサイズを言うのを忘れたんですけど、今回着るのは全部ベストが XL、 アノラックとパンツは L になってます。なんでちょっと僕多分ベストはちょっと大きめ
なんですいませんサンプルがこれしかない関係で、ちょっと大きめなんですけど僕だったら多分 M ぐらいでもいいかなっていう感じです。はい。でちなみにこれ脱ぐとアノラック、まあ、アノラックで言うと、まあ、アウトドアブランドの中だと、まあ、定番のアイテムだと思うんですけど、フィッシング仕様のアノラックってなかなかないらしくて、今回それが、フィッシングの仕様になってるっていうのが、目玉です。で、ポイントは、まあ、こちらも同じく、まあ、カンガルーポケットのようにここにポケットがあるんですけど、面白いのがこのメッシュのポケットと、もう一つここにこの2層構造になってるんですよ。ここにすぐアクセスできるメッシュのポケットと、フラップになっててガバッと入る、もうほんと文庫本は余裕で入るぐらいのサイズですね。で、あとポイントで言うと、首元、まあ、スナップボタンなんですけど中にはジップなってて、スナップだけだと多分その間から風が入っちゃうんで、ジップとスナップの、2層構造になってて、これも、まあ、機能的だしデザイン的にも効いてるなっていうディテールですね。で、こちらも裏がメッシュになってます。で、ここの中にスピンドルがあって、これを絞って多分見えにくいです、ここにボタンがあるんですよ。で、ボタンを押したら止まる。で、そしたらフードがこうキュッとなるんで、まあ雨の時とかにいいかなと思います。はい。これはね、僕結構L サイズ今着てるんですけど、身長169ぐらいで、ちょうどいいぐらいですね。多分割とゆったりめのサイズ感なんですけど、どうでしょうか。なんか僕的にはあのラックはこれぐらいのゆるっとした感じで着るのが気分ですね。で、続いてパンツですね。パンツはポイントで言うとここがベルトがついてて、まあ、ウエストの調整が楽ですよっていうことなんですけど、ポケット、まあ、両サイドについてるんですけど、これは、さっきご説明したここのカンガルーポケットと同じ仕様で、ここのメッシュと、ここのフラップポケットの2層構造です、こちらも。なんでもうこの2つセットアップできてたら多分本当にカバンいらないなっていう感じですね。シルエットで言うと、まあやや、まあ、ゆったりしてるんですけど、裾に向かってちょっと細くなっていくテープアウトのシルエットなんで、結構きれいめに履けるなっていう印象ですね。もしなんかもうちょっと太めに履きたいっていう方がいたら、まあ、サイズアップするのもありなのかなと思います。裾には皆さん大好きなドローコードがついてるんで、まあ、今ちょっと絞ってるんですけど、緩めるとこんな感じですね。まあ、こっちが絞ってて、こっちがそのまま釣りとかちょっとアウトドア行くようなシーンはこの感じだと多分ドローとかついちゃうんで、これでガッツリ絞っちゃってこれぐらいで履いてもいいと思います。まあ、細かいんですけど、股下に、ガゼットが入ってるんで、動きやすいっていうのがポイントですね。確かに動きやすいですね。なんで、まあ、街でも全然いけますよっていう、3つになってます。で、個人的には、まあ、このアナラク単体でもいいんですけど、まあ、さっきのベストをレイアウトするようなスタイルも結構好きなので、まあ、どれか単体でももちろん着れますし、まあ、3つセットでもすごい使い勝手がいいアイテムかなと思います。で、カーキはこんな感じなんですけど、あとちょっとブラックとネイビーもちょっと多いんですけど、1個ずつ、着ていって、
ちょっと見てもらいたいと思います。はい、続いてネイビーです。こちらが、まあ、色味で言うと、まあ、暗すぎず明るすぎずっていう、まあ、パッと見ネイビーって分かるんですけど、なんだろう、着やすいなっていう感じですね、印象的には。で、さっき色味の中でカーキが一番好きって言ったんですけど、セットできるなら、ネイビーの方がなんか着やすいかなって思いました、個人的には。フィッシングだけじゃなくて、ちょっと街でも着ていただきたいっていう思いもあって、こういう展開になってて、これとかはもう本当に、まあ、いつものスニーカーにいつもの帽子っていう感じで合わせただけなんですけど、これはもう本当にこのまま街でいけるなっていう感じですね。ベスト脱ぐとこういう感じです。いかがですかね。もう本当にこれが春夏にあったら結構毎日着ちゃいそうなぐらい楽なんで。いや、さっきカーキ好きって言ったんですけど、結構ネイビーが好きになったかもしれないです、今着てみて。今初めて着てるんですけど、ネイビーもいいですね。色味もなんかちょうどよくて。で、さっきは私物の帽子かぶってたんですけど、今回発売されるハットをかぶるとこういう感じです。で、まあ、ツバはちょい広めで、ここに後ろにサンシェードがついてる形になってて、ここにはまたメッシュポケット、まあ、ポケットめちゃくちゃあるんですけど、ここにも、メッシュポケットがついてます。で、顎ひもは着脱可能なんで、例えばアウトドアではあり、街ではなしみたいな、使い方もできます。ポイントが、まあ、このデザイン的にはこのサンシェードなんですけど、まあ、もしいらないっていう場合はこのサンシェードですね、こうくるくる巻いて、でここに泥コードがあるんで、これを止めると、ここで、そしたらこれが止まりますと、まあ、こういう感じですね。もしサンシェードが不要な場合はまとめちゃってっていうかぶり方もできる、まあ、ツーウェイというか、まあ、2通りの楽しみ方ができます。で、ちなみに顎ひもも外してみますね。顎ひも外したバージョンがこちらです。まあ、割とスッキリするんで、まあ、さっきも言ったんですけど、街だとこっちの方が良さそうですね。僕も被るなら外して使うことが多いと思います。で、もう一色白もあるんですけど、こういう感じ。まあ、ネイビーに着るとちょっとワンポイント色がパッと映えて、まあ、春だとこれぐらい爽やかでもいいのかなと思います。はい、最後のアイテムのショルダーバッグも、ご紹介したいんですけど、このバッグ自体は、第1弾の時もあったんですけど、今回はちょっと街が広くなって、サイズがもうちょっと入るサイズ感になってます。収納としては、ここの一番前の、まあ、スナップボタンのポケットと、まあ、そこの上に、ジップのポケット、まあ、小物とか入れるのにここの2つがあって、メインのコンパートメントがこんな感じです。で、結構入るサイズ感で、この中にも、ベロクロで、2つ、収納する箇所が分かれるようになって、まあ、日常でも使いやすいサイズ感です。で、釣りで言うと、ルアーケースが2つ入るぐらいのサイズ感とのことです。はい、デイジーチェーンっていう名前なんですけど、ここにこういろいろ引っ掛けられるようになってて、こういうふうにペットボトルを挟んで、ここ引っ張って締めれば、これペットボトルがこういうふうに掛けられるようになってるんで、緩めて外してみたいな、結構使い勝手のいいディテールが満載ですね。ちなみにバッグは、ブラックの一色です。最後、ブラックです。まあ、ブラックはもうね、あんまりこう色に対して言うことはないんですけど、まあ、間違いない
色ですね。もう本当に多分何にでも合わせやすいですし、まあ今セットアップで着てますけど、まあ下だけ上だけ、まあ今あのお持ちの洋服と一番合わせやすいのは、まあやっぱりブラックかなと思います。まあ無難に行くならこれが一番いいかなと。で脱ぐとまあこんな感じ、まあスタイル自体は変わらないですけど、でまあ今ちなみにまあインナー着てるんで脱いでみての感じも今着てるトップスに合わせるとこういう感じですね。やっぱりまあネイビーも乾きももちろんすごいいい色なんですけど、まあこういう風に普通のいつもの服に合わせるっていうんだったらやっぱりブラックが一番着回しは効きやすいかなと思います。で今までは全部あのセットアップでご紹介したんですけど、まあ今僕の私服と合わせるとこんな感じですよっていうのをちょっとお見せしようかなと思いまして、まあ上がカーキで下がまあちょっとフェードしたブラックのデニムだとこういう感じですね。まあもちろん単品で購入される方もいらっしゃると思うので、まあこういう感じの合わせというか見え方になるよっていうのをちょっとお見せしたかったんですけど、どうですか？なんか個人的には結構好きで、なんか僕のアイテム的には割とちょっとストリートっぽくなっちゃうんですけど、私服のテイスト的に、まあなんか今の若者の方はなんか多分こういう着方するとすごい街なじみもいいし、うん、いいんではないかなと思います。で、もう一つというか、まあ僕ならこう着るかなっていうのが、でもまあ春夏なんでちょっとハーフパンツを合わせてみました。スウェット地のパンツですね。でちょっと丈長めなんですけど、こういう風にちょっとストリートっぽくネイビー着て、オレンジを刺す感じのスタイルはいかがかなと思って着てみました。いかがですか？僕的にはこれ一番というか気に入ってますね。すごい。まあ、さっきと一緒なんですけど、ちょっとストリートっぽくなっちゃってちょっと申し訳ないんですけど、僕的にはなんか今アウトドアの服をこういう風に着るのが気分ですね、個人的には。で、まあラックだけだとこういう感じです。はいはい、ということで全てのアイテム着てみたんですけど、いかがでしたでしょうか？発売自体はですね、多分この動画が、2月の16日の金曜日に公開予定なんですけども、その2月の16日から、発売開始になります。で、購入できるのは、コロンビアさんの一部直営店舗 と、公式オンラインストア、あとは各取扱店さんで、購入が可能になっております。まあ、本当に、ご紹介させてもらった通り、本当に何回も言ったんですけど、街にも、まあ、アウトドアの、機能はふんだんに盛り込まれてるんですけど、まあ、カラーリングだったりとか、まあ、サイジングとかデザインとかで、まあ、街にも、もちろん着れますし、まあ、最近はこうアウトドアの服をまあ、街の中で、まあ、着る、まあ、ファッションも、まあ、盛り上がってるので、すごく今の時代に、マッチしてるアイテムなのかなと思っておりますので、気になった方は、ぜひ一度、袖を通してみてください。はい、ではありがとうございました。